ハンバーグお好きですか？皆さんお好きですよね。嫌いな方あまりいらっしゃらないんじゃないかな。子供たちなんかはね、みんな大好きですよ。私の知り合いにね、兵道さんという方がいらっしゃるんですがね、この方ハンバーグ食べられないんですよ。私珍しいなぁと思いましてね。どうして食べられないんだい？美味しいじゃないですかハンバーグ。聞いてみたんだ。そうしましたらね、兵道さんその理由話してくれたんですよ。柳川さん、これね、怖いですよ。思い出すとね、食べられないんですよハンバーグ。っていうのもね、栃木県に個人経営してるハンバーグ専門店があったんですよ。ここ美味しいと評判でしてね、知る人ぞ知る名店ってやつですか。毎日行列ができるほどの人気だったんですよ。で、人気だけのことはありましてね、そこのご主人とても真面目でしてね、味にはすごく厳しかった。行列ができるほどになっても満足せず、さらに上を目指していたようでしてね、毎晩遅くまで一人店に残って研究に余念がなかったわけだ。そんなある日の深夜、その店火事出しちゃった。焼け跡からね、ご主人が焼死体で発見されたんだ。これ新聞にも小さくですが載りましたよ。どうやら遅くまで研究していたご主人が火を使ったまま居眠りしてしまったようなんですよね。昼間忙しく働いて深夜まで、無理もないんだ。でね、お店なくなってしまったんですが、そのご主人の知り合いのね、コックさんがいたんですが、せっかく繁盛していたのにこれじゃもったいないってことでね、その土地買い取って自分の店開いたんですよ。最初の頃はお店が復活したってんでね、それなりにお客さん来たんですがね、やっぱりあの味を再現することは不可能だったんですよね。経営厳しくなってすぐお店閉めちゃったんですよ。でそのお店無人でもってしばらく放置されてたんですが、月日が経ち風雨にさらされてボロボロになってきますとね、どこからともなく噂が立ち始めた。あの建物を幽霊が出るらしい。どうやら以前に火事で亡くなった主人が今もまだあそこにいるらしいってんですよね。そんなわけでそこ、地元じゃ有名な心霊スポットになっちゃったんですよ。でね、そこにやってきたのがまだ若くてやんちゃしてた頃のね、兵道さんだったんですよね。彼友人と二人でもって深夜ね、懐中電灯一つだけ持ってね、店にやってきたわけだ。店の入り口や窓なんかガラスの部分はね、全部割られてしまっていたもんで、板で持って塞がれている。だからね、中見えないし入れない。二人店の裏手に回ってみた。するとね、トイレの小さな窓が開いたまんまになっていたそうですよ。こりゃ閉めたもんだってね、兵道さんその辺に転がってたビールのケースなんかを持ってきましてね、それを踏み台にして中に入ったわけだ。狭いトイレを出るとホールに出た。お客さんが食事をするとね、お店にとってはメインの場所ですよ。窓が板でもって塞がれているもんで中は真っ暗。板の隙間から入ってくるかすかな月明かりと頼りない懐中電灯の明かりだけが唯一の光源なんだ。兵道さんが懐中電灯でホールを照らすと、テーブルや椅子なんかがあって椅子はいくつか倒れて転がってる。床やテーブルにはうっすらと埃が積もってましてね、懐中電灯の光の筋の中にはキラキラと小さな塵の粒子が光って舞っている。それあんまり動いてないんだ。空気の流れがほとんどないんですよね。なんだかよどんでいる。あたりはというとシーンとしてる。
時刻ももう深夜1時を過ぎてますからね。兵藤さんと友人の立てる音以外何の音もしないわけだ。うわぁ、やっぱり気持ち悪いな。兵藤さんがつぶやくと返事するように友人が言うんですよ。ここさ、厨房が一番やばいらしいぜ。そうなんか。それじゃあ行ってみようか。そんな話になって二人ホールの反対側、料理を出すカウンターのね、裏側の厨房に向かったそうですよ。厨房に入ると窓なんかありませんからね、ホールよりもさらに真っ暗なんだ。懐中電灯の光を当てた部分だけぼんやりと見えるんですがね、その光のせいで自分の周りはもうね、何にも見えない。兵藤さん光をスーッと横に走らせましてね、あたりを伺ってみた。オーブンがあって流し台があってね、銀色の扉のね、業務用の冷蔵庫やなんかが見える。フライパンやら鍋なんかもねあるんですが、整然と並べられていて、まるで営業している店舗の厨房みたいなんですよ。廃屋でもって心霊スポットなわけですからね、もう少し荒らされていてもいいようなもんなんですが、妙に綺麗なんだ。おい、なんだかいい匂いしねえか。後ろの暗闇から友人の声がする。兵藤さん意識を鼻に集中しますとね、確かにかすかではあるが肉の焼けるようないい匂いがするんですよ。本当だな、なんかいい匂いするな。兵藤さんが返事を返すとさらに友人が、そうか、あれだよ、ここ厨房だしさ、閉店したっつってもまだ営業中の時のさ、匂いなんかが残ってるんだよ。これハンバーグの匂いだぜって言った。とはいうものの、いくらここで肉焼いてたからって閉店してから随分と月日が経ってるんですよね。果たして匂いなんか残っているもんなのか。兵藤さんがふと疑問に思った時、あたりがなんだか急に寒くなったような気がしたんですよ。心なしか肉を焼くような匂いも強くなっているようだったんです。すると突然後ろで うわーと友人の叫び声、そしてガシャンガラガラガラーと何かが床に落ちるようなけたたましい音がしましてね、そしてゴンツサーっていう何かが倒れる音がしたんです。兵藤さんびっくりして懐中電灯でもって後方の友人を照らしたわけだ。倒れてる、友人倒れてるんだ。しかも白目向いて失神しているらしい。どうやら何かに驚いて逃げようとしたんでしょうかね、壁かなんかに頭しこたまぶつけちゃったらしくて失神してしまったようなんだな。おい、何やってんだよ、大丈夫。言いかけて兵藤さんゾクーっとして体固まっちゃった。床の友人を照らしている懐中電灯の丸い光、その上のね、端っこのところに見えたんだ。それ靴なんですよ。黒いコックさんなんかが履くような安全靴なんだ。それが見えた。置いてあるわけじゃなくて誰かが履いていたんです。光の中、黒い靴があって、そこから白いズボンの裾が見える。光をゆっくり上に上げていくと足があって上着が見えてくる。ボタンがたくさんついているコックスーツなんだ。白いスーツなんですが、ところどころ焼け焦げていてすすけている。
この暗闇の中、いたのは自分と友人の二人だけ。後から人が入ってきた気配はない。ましてやこの暗闇の中、自分たちより先に光も持たずにじーっとしている人間なんかいるわけがない。じゃあこの目の前に立っているコックスーツの人間、誰なんだ。こいつこの世のもんじゃないぞ。兵藤さん、恐怖で油汗が吹き出してきた。もうピクリとも動けない。でもね、このままじっとしているわけにもいかないんでね、兵藤さん勇気を出して懐中電灯の光を一気に上へと移動させてみた。スーツの襟元が見えて顔が見えたその瞬間、兵藤さん声にならない叫びを上げて腰を抜かしちゃった。ペタンとその場に尻餅をついてしまったんですよ。それね、髪の毛がチリチリに焼け焦げて顔全体が赤黒く焼けただれたコックスーツの男だったっていうんですよね。真っ黒に焦げた顔の中で目のね、白目の部分だけが妙にはっきりと見えて、その目が兵藤さんをじーっと見下ろしてたそうですよ。あまりの恐怖に兵藤さんの意識がなくなりかけた時、その男はスーッと闇の中に消えてしまったそうなんです。兵藤さん、気絶した友人を引きずるようにして店から転がり出た。その時どうやって出てきたのか全然覚えていないそうです。で、兵藤さん最後にこう締めくくったんですよ。柳川さん、あの厨房の肉を焼く匂い、あれハンバーグじゃなくてね、人の焼ける匂いだったんですよ、きっと。それ以来焼いた肉やハンバーグを見ますとね、あの焼けただれた男の顔を思い出しちゃって食べられないんですよね。その廃屋、その後間もなく取り壊されましたがね、今は駐車場として使われているそうです。きっとその焼けただれた男ってのは火事で亡くなった主人で、死んだ後もあそこで働いていたんじゃないかな。私思うんですがね、後からできた店が閉店したのも経営不振だけが理由じゃないような気がしてるんですよね。なんか見てしまったんじゃないかな。